皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志5ですね、続きやっていきたいと思います。で、次はですね、長安もしくは花弁の方からね、北上をちょっと狙いたいと思います。で、こちらは現在ですね、まあまず昴生さんと炎穂さんと関さん狙って計略仕掛けましょうか。孔明さんダメ、宝刀さんダメ、純優さんダメ、長昌さんダメ、松園さんダメ、張雲さんダメ、劉備さんダメ、孔明さんダメね。あれ、そういや観光さんどこ行った？ここか。あれ違うな。いた、はい。で、指導兵が余ってるんでね。で、要所さんいらないんで。
小5さんでいいよね。久々に内省しときましょうか。舞台はね、右舷から行って、まあ超人さんも含めてね、
テホさんの陣形をちょっと水軍に変えちゃおう。覚えんか。
ああ、捕まっちゃった。強えなー。はい、ちょっと戦闘の途中ですけどね、一旦ここで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。